どうも、こんばちわんこ、すっころべいこです。仮面ライダーガッチャード第10話の感想動画です。まあ、今週は、ホームチェンジがね、まあ完全にただのノルマだった以外は、良かった回だったんじゃないでしょうか。予告の段階ではね、もう、頑張れ仮面ライダーからね、ゴールドメカニッカーっていう流れかなと思っていたのに、まさか、あんな、なんて言うんですかね、まあ、まあ雑というか、本当にノルマ感マシマシで、 フォームチェンジするとは思いませんでしたね。男のロマンの一つである消防車というか、サイレンがついてるデザインがあるヒーケスローズを、あんな風に消化したのもなんというか、ね大米でもね、ノルマ消化みたいにね、冗談で言ってましたけど、本当にそうとしか見えないから、まあ、ネタっぽくね、言ってるのはわかるんですけど、本当にただやる気ないだけに聞こえるレベルで、本当にフォームチェンジに関しては、ただのノルマ消化でしたね。 撮影している側はね、すごくいろいろ考えているんでしょうけど、上から命令する側はどこまで考えて現場に投げているのか、本当に考えさせられますね。どうせ中間フォームが出たら最強フォームが出たらそれしか使わねえんだから、それが出るまで限界までおもちゃ出してやろうぜっていうのがね、見え見えというか、さすがに、ボルトダッシュまでバイクっていう役割があったとはいえ、あんな雑にというか、 派生フォームの扱いについてはね、まあ、半分諦めてる部分はあるんですけども、初登場回すらなんかこう、みたいな扱いのがちらほら出てくるのは残念ではありますね。ケミーは友達じゃねえのっていうノイズが出そうではありますが、もうこの辺はストーリーを楽しむっていう部分で気にしてはいけないものになるのでしょうね。ま、あポケモンでもね、サトシとかも大きな博士が伝ったと言っても過言ではないキングラやカビゴンを使って大会で無双してましたしね。 どうしても割よくケミーは出てくるのでしょう。まあ、それ言い出すとゴールドダッシュがリザードンになれてるかって言われたら、微妙なところではあるんですけどね。でもね、今週積極的に意思を持ったバイクとして、タ太郎に助力していた部分は好きです。まあ、今回はね、昭和ベタというよりは、まあ、ちょっと黒い長谷川啓一が出てたというか、まあ、ガッチャードの作風に合わせて、灰色くらいの長谷川脚本って感じもあって、 今週は筆が乗ってんなーって感じがしましたね。特にね、悪意っていう部分で、大好きなお兄ちゃんがっていうところで、実は放課までしたみたいな、その、ドラマも含めて、そのケミーが、その、姫の剣から姫のひじりに移ってしまったところなんかは、すごくね、長谷川脚本だったかなと思います。本気出したらね、多分、もうちょっと黒い兄弟愛を書いていたんでしょうけど、そこはね、やっぱガッチャードの作風に合わせて、 最後はね、人玉、あの時、俺も一緒に見たよ、というね、兄の言葉で締めるっていう、その、後味が悪くない展開にしつつも、放火魔じゃ弱いな、ってことで、まあ、連続放火魔ってね、わざわざ設定したり、先週のね、カジキの失恋に対しても、実はお兄ちゃんだよ、あれっていうね、ベタをしれっと放り込んでくるあたり、さすがだな、なんてことも思いました。カジキの描写に全力すぎますね。だからこそね、なんか不安があるとすれば、 次回からまたしばらく勝ちきいないけど大丈夫なのかなーってところくらいなんですよね。今までの話がね、やっぱ錬金術関連の非日常パートだとするんだったら、今回は日常パートっていう区分けにはなると思うんですけど、日常パートがね、群を抜いて面白かったっていう部分で、やっぱり錬金術いらないんじゃねーかなーっていう気持ちが強くなりましたね。今までの非日常があったからこそ、日常パートが輝いて見えるというわけじゃなくて、 一ノ瀬宝太郎っていう人間の日常が全く描けていないにも関わらず、いきなりね、錬金術だ、ケミーだ、マルガムだ、仮面ライダーだ、みたいな話を畳み込まれて、まあ、全然ついていけないところで、一ノ瀬宝太郎の日常が描かれて、やっとね、見たかったものを見ることができたって感じではあります。やっぱね、カジキっていうキャラクターがすごくいいですね。レギュラーキャラではなくね、その純レギュラーキャラくらいの出演頻度だから、 意図して、出てくるときは味付けを濃くしたキャラクターにしてるということではありますが、むしろこれが標準であるべきなんじゃないかなと思いました。スパラについてもね、好きになれた。まあ人によっては、こいつはヒーロー失格だと嫌いになってしまったなど、いろいろあるとは思いますけど、まあそこについても、鉛崎ボルトっていうね、クッソほど濃いキャラクターが出たおかげですし、ナイフ舐め回しとかね、プロレスジムの道場破りとか、 カオスな犯罪者たちに対して、レギュラー陣のね、キャラクターが負けているっていうのは、一つガッチャーとか抱えている問題なのかなという風にも感じました。ケミーの起きて、曲げられないルールっていうのも、身近なね、火事機が巻き込まれたことによって、今回のケミーだけじゃなく人の心も救おうとしているっていう、宝太郎っていう描写にうまく繋がった気もするんですよね。レンゲやサビマルについてはね、今後何か考えがあってというか、 まあ描写しようと思っているものがあるからこそ今はちょっと薄めのキャラクターになっているのかとも思いますけどキャラクターの設定を小出しにするっていうのがとにかく相性が悪い作品なのだなと思います錬金アカデミーの変わり者集団みたいな感じにでもなっていればねまた違ったのかもしれませんけど今のところ生徒はあの4人しかいないし、まあ、ずっと言ってますけどやっぱり錬金術師たちの基準となる倫理観のようなものを描かないと 優秀なサビ丸みたいな部分とかもそうですけど、ただのそれっぽいセリフだけになってるのはすごくもったいないし、リンネのルールを重んじるっていう設定もいまいちピンとこないんですよね。今週のカジキの話がね、すごくその面白くて、カジキと絡むことによって、すごくレギュラー陣の空気感もね、よく見えるし、窓越しにジェスチャーでそのニュース見せろってやってるくだりとかは、何回でも見ることができるくらい好きなシーンです。 カジキを励まそうとするところで、そのルールルールと言いながら、本人も実はどこかずれているっていうね、臨年の描写とかも良かったんで、今までずっともやってた理由もね、やっぱなんとなくそのカジキの存在のおかげで、分かってきたというか、なんか見えてきたというか、7話、8話のね、親子の物語っていうのが、なんかそうじゃないよなって感じがあったのも、そのせいだったのかなと思います。求めているのは5話っていうのがあって、 その、その後にやっぱ鉛ときボルトっていうのが出てきてっていうところで、期待してるのはやっぱりああいうノリなんですよね。ガッチャードが始まった時、まあギーツと比べられてっていうのが大きかったんだとは思いますが、子供向けにシフトしすぎているっていうところで、批判されてたなんてのも聞きますけど、本当の理由としてはそこじゃなかったんだろうなって。むしろね、その子供向けにシフトしきれていなかったから、中途半端だったから色々言われたのかなと。 そこの子供向けにしすぎているっていうところの文句は的外れじゃないのかなっていうのは思うんですよ。ただね、やっぱそこがなんかこう擁護しきれない中途半端さがなんかあるんですよね、ガッチャードは。子供っぽくしている現実味があまりにもなさすぎるっていうのが、その何がダメかって言われると僕は全くわからないんですけど、それこそその5話のいきなりチャカを出してくるヤクザなんているわけないんだけど、なんかギリギリいそうというか、 現実でやろうと思えばやれちゃうじゃんっていう中途半端さとか思い切りの足りなさ。ラリってヤクザあの後どうしたんだろうっていう疑問に対してうるせえなそれが錬金術なんだよって言えないもどかしさ。作品パワーがねガッチャードにはあまりにも足りてないというか批判してる奴なんて全員固定観念に縛られてる頭カッチカチの奴くらい鼻で笑えるほどそれができていないっていうのが問題なんだろうなと思います。 だんだん良くなっているというよりは、要所要所で光る回があるという感じなので、ここから面白さが加速するかもしれないですね、みたいなことは言えないですし、弾きがいなくなる来週からの話がどうなるんだろうっていうのが、まあ全く予想つきませんけど、少なくとも田崎監督、長谷川脚本会は、反則ノルマの部分にさえ目をつぶれば、楽しく見られるんじゃないかなという期待は持たせてくれた、 9話と10話の修学旅行会だったかなと思います。でも来週錬金術の話するんですよね。ガッチャードは錬金術の話してる時が一番面白くねえんだよな。スパイって言われてもねえ。一応その錬金連合にそれらしき存在がいるみたいなことはね、前回のスパナ対ラケシスの時にスパナがちょっと言及はしてましたけど、 そもそも錬金連合が何やってる組織か知らないというか、だからなんかスパイって言われてもね、みたいなね。セイバーみたいにリアルタイムの時は、こいつら何やってんだってなるけど、終わる頃には、組織は僕のファミリーなんですが納得できる程度の組織形態を取ってくれるのかなコロナで設定開示下ってたセイバーが比較対象って時点でちょっとあれだけど。あと、普通に名前使いましたけど、錬金連合って何 でもまあ今週本当に面白かったんで、錬金術の話もなんとなく受け流せるくらいの何かが、来週くらいには出てくるのかなその非日常パートでカジキに変わる何かが出てくれれば、ガッチャードは割と、てかすごく良くなる気はするかなと、本当に今回の修学旅行会で思いました。多分、重きを置くというか、 パートのそのあれが逆なんだと思うんですよね。日常パートをもっと多めにして、急に非日常に切り替わった時のギャップが楽しいはずなのに。だからやっぱカジキ、やっぱカジキなんだよなカジキをもっと出そう。ガッチャードは。もうそれしか言えねえわ。これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。